はい、どうもこんにちは、水木なんです。本日サブチャンネル、2本目の動画になるんですけれども、なんとですね NHK から、国民を守る党より、またまた、離党者が、出ました。で、誰なのかと、言いますと、ニックマックさんっていう人かな、ニッタさんっていう人らしいんですよ。で、ツイッターの方で、その離党の、ことをですね、表明しておりました。で、何やらですね、ニックマックさんの動画によりますと、平塚さんで左右さんと、新党を作るみたいな、ことをですねお話し、しておりましたが、果たしてですね、どうなんでしょうと、NHK から国民を守る党より、離党したことは非常に、英断だと、思います。で、政治団体を作って、何をやりたいのかで、どういうふうに、その市民であったりとか国民の生活を豊かに、守るのかということはですね、今後、お二人の方から、表明を、があると思うので、それをですね、様子見、したいと、思います。で、そのもちろんなんですけど、NHK から国民を守ると、一つの政党であるので、そのたくさんの、人がいるんですよね。その中で多種多様の意見があって、で現状どう動いているのかと、言うと、立花隆、大先生の、一党独裁みたいな、独裁みたいな感じになっていて、その党の意思というのが、立花隆大先生に、左右されているような、状況なのかなと、外部からこう見ていてで思ったりとか、しております。その中で、立花隆大先生の、活動であったりとかで、あと、選挙のやり方であったりとかで、内部の、その動きであったりとか、そういうのを見て、違和感を持つような人は、いると思いますが、そういう人間っていうのは、離党するだろうし、これからもそういう流れっていうのは、起こりうるんだろうなというふうに、僕自身は、思っております。で、ニック・マックさんがですね、その NHK から国民を守る党から離党したというのは、いいことだと思うんですけれども、今後政治活動をやられるということで、その政治活動の、その動きに関してはこれ、皆さん、見てですね、評価はしていくと思うんですけれども、はっきり、言いますと、そもそも NHK から国民を守る党に、入った時点で、僕が思うのはあんまり、センスっていうか政治的なこうセンスっていうのは、ないと、思うんですよね。その地方議員になりたかったりとか、国会議員にこうなりたい、その足がかりとして、どこかの政党に、所属するのは、別に僕はね、構わないことだと思うんですけど、NHK から国民を守る党っていうのは、ちょっと調べれば、ちょっとやばそうだなっていうのは、分かると思うんだよね。そういうところの、リテラシー的なものが、非常に、欠けているんではないかなと、僕自身はやっぱりね思ったりとか、しております。でもちろん、一からこう政治団体を作り上げて、でそこからですね、地方議員になったりとか、国政に、ステップアップを狙うっていうのは、結構至難の業だと、思うし、で、地方議員になりたいのかな、で地方議員になって、で NHK の、問題とかを、解決していきたいと、でそういうような、意思があることは、僕はね、やろうとも思いませんので、素晴らしいことだなと、いうふうに、思います。ただやっぱりね、有権者ってすごい、シビアなところもあって、で有権者自身は、もちろんそのこれまでのですね、ニック・マックさんであったりとか、平塚さん の, その言動というのをですね、しっかりと、覚えていたりとか、今後、チェックしていくと思うんですよ。でその中で、その応援できるか、否かというのが、その判明してくるのかなというふうに思います。で、実際ですね、エラテンさん自身が、今しょぼい政党というのを立ち上げて、そこでですね、ついこの間なんですけれども、小柳さんという方が八王子市長選挙に立候補して、で八王子市長選挙で、戦ってですね、それなりの、成果を上げたんじゃないかなと思います。いやそれは本当にねすごいことだと、思います。で、もちろんですね、しょぼい政党自身も、今後ですね、さまざまなこう地方選挙に、候補者を公認して擁立していって、で、戦っていくのかなというふうに、思うんですけれども、YouTube からですね、どん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 、政治団体がこうでき、でそして、NHK から国民を守る党ですよね、ある意味。で、ここがですね、きっかけとなって、さまざまなこう政治活動、政治団体が、作られて、でこうやって、皆さんそれぞれですね、活動していくっていうのは、非常にですね、この国のためにとって、有意義ではないのかなと
いうふうに思っています。で、何あの水木はお前何すんのみたいなことね、まあ、言われると思うんですけど、まあ、僕はですね、まあ、政治活動というか、まあ、基本的にこう選挙に出るっていうのは今のところ考えてないです。まあ、なんで選挙にこう出るつもりがないのかっていうと、まあ、僕自身がですね今こうやってまあビジネスをやっていて、でビジネスをおろそかにできないなと。やっぱりこう政治の世界をやりたいんであれば政治活動に対して、まあ、その一級入魂まできる、まあ、その政治活動のみをやれるような、まあ、環境っていうのをちゃんと作ってやらなければいけないと僕はやっぱり思ってるんですよね。そうでもしないとやっぱりこう市民の方々であったりとか国民の方々のこう利益には僕はならないんじゃないかなというふうに考えていて、で僕自身はやっぱりね今はこうビジネスが好きだし、でビジネスをやりたいから、まあ、そっち方面を頑張っていって、で、まあ、少しでもですね、まあ、この国をこうよくできるように、まあそのまあ、尽力ができればなというふうに思ってます。まあ、もちろんですねやっぱり、まあ、政治活動のお手伝いであったりとかで、まあ、いい候補者がですね、まあ、それぞれ政党、まあ、あると思うんで、まあ、いい候補者はですね、まあ、お手伝いをしたりとか何かしらのこうサポートができればいいなというふうに、まあ、思っているので、まあ、僕自身がですね、まあ、表舞台にこう立ってこう何か政治活動をやったりとかすることは、まあ、ないとは思いますけど、まあ、そういうサポートとかはですね、あのお手伝いとかは、まあ、できるんではないかなというふうに、まあ、思ってます。まあ、僕自身もあの1月はですねちょっとまあお仕事をですねお休みしまして、まあ、12月ちょっと働きすぎたっていうのがあってちょっと1月ちょっとお休みを問わせていただいてたんですよね。で2月からまた本格的にこう仕事にまあ復帰せねばいけないという、まあ、中でなっておりますので、はい、そういう感じなんでね、まあ、もちろんあのそういうねあの、まあ、いつもみたいにこうずっとこう N 国党をですね、まあ、ウォッチしたりとかすることも、まあ、あの非常に難しくなりますけれども、やっぱりですね、まあ、その N 国党のアンチの方々、まあ、非常にこう仲良くさせていただいたりとかしてるんで、まあ、そういう方がですね、まあ、逐一、まあ、SNS の方でこう情報をくださったりとかするので、まあ、普段からですね非常にありがたいなと思っております。まあ、もちろんやっぱりこう NHK から国民を守る党なんですけど、まあ、こう公党になってで、まあ、大きく、まあ、なりました。でもちろんやっぱりこう NHK から国民を守る党が抱えているですね、まあ、諸問題がこうやってこう浮き彫りになって、でたくさんの人をまあ巻き込んで、で議論されるようになったのは非常にまあいいことだと思っております。まあ、立花孝志大先生がまあ何やらですね、まあ、衆議院選挙の静岡4区、まあ、補選にまあ出馬するんではないかと、そういうまあ観測が出ていてですね、まあ、ここはもう下手したらこう与野党一騎打ちに、でそこでまあ立花孝志大先生がまあ立候補するとなりますと、まあ、そのビビたる票でございますけれども、まあ、自民党の票をですね、まあ、食うんじゃないかなというふうに思っております。でやっぱりこう NHK から国民を守る党って、まあ、どういうところがこう支持層の中心にいるのかっていうと、やっぱりこう NHK に対してこう問題意識をこう抱えている、まあ、どちらかというとまあ保守層と呼ばれるような人たち、まあ、だと思うんですよね。そういう人たちがですね、まあ、今でもこう NHK から国民を守る党を支持しているような状況だったりとかすると思うんで、で、まあ、もし、まあ、選挙にこうなったりとかすれば、まあ、それこそですね、まあ、どこの票を食うのかって言ったら、まあ、自民かなと。自民とか、まあ、保守系の票をですね食うんじゃないかなと現状を見てます。まあ、それだけではないとは思うんですけどね。はい、なので、まあ、その辺のですね、まあ、NHK から国民を守る党のこう支持層分析とかに関してもまたですね、まあ、動画を上げていきたいなと思ってます。まあ、それがですね、まあ、NHK から国民を守る党がに対してアシストをすることになるんじゃないかとね、まあ、おっしゃる方とかもいらっしゃると思うんですけど、違うんですよそれは。で、まあ、たくさんのこう有権者の方にですね、まあ、そういう、 こう材料を提供していって、でそれこそまあ選挙の際にですね、まあ、その投票のそれこそまあ基準にしていただけたりとか、で材料にしていただければ、まあ、それはねあのいいことなのかなというふうに、私自身、思っております。まあ、今後もですねもちろんこう動画の方でまあ政治ネタの方もやっていきますし、YouTuber ネタの方もやっていきますし、で、まあ、時事ネタの方も、ガン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 やっていきたいなというふうに思っておりますので、で、まあ、本日ですね1月の最終日ということで、で、まあ、2月の抱負を簡単に言わせてもらいますと、動画をですねがっつりアップロードしていきたいなと、ガン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 動画をですね投稿していきたいなというふうに思っております。まあ、本日の、ね、この動画なんですけれども、 NHK から国民を守る党よりまたまたこう離党者が出ましたというお話でございました。まあ、本当にですね、皆様、この動画をですねご視聴いただきましてありがとうございました。もしですねこの動画いいなと思う方は、グッドボタンと、あと、グッドボタンとですね、あとチャンネル登録の方、ぜひともよろしくお願いします。まあ、チャンネル登録者数がなんとですね、まあ、1万400人を突破したと
いうことで、まあ、今年ですね、まあ、サブチャンネルの方も、着々と、力を、つけていきたいなというふうに思っております。以上、水ニャンでした。